IAEA、e、国際原子力機関は、北韓が4秒の核施設で核爆弾の原料となるプルトニウムを抽出する作業を再開した可能性があるという見方を示しました IAEA、e、が27日に発表した報告書によりますと北韓が先月初めから4秒にある5000キロワットの黒煙原則炉で冷却水を排出させるなど再稼働させた兆候が捉えられたということです 黒原則炉は補完の核兵器の製造に欠かせない中心的施設でこの施設を稼働させた兆候が発足されたのは2018年12月以来です IAEA、e、は今年2月中旬から先月初めまでこの国塩原則炉の近くにある使用済み核燃料の再処理施設の放射科学研究所を再稼働させた兆候も捉えられたと話しています 放射化学研究所の稼働期間の5ヶ月は、国連原則炉の使用済み核燃料の再処理にかかる時間と一致するということです。IAEA、e、は、こうした兆候を非常に厄介だと表現し、国連安保理決議に明らかに違反していると指摘しました。アメリカのウォールストリートジャーナルは、4秒の原子炉の再稼働について、アフガニスタンからのアメリカ軍の撤退、 イランとの核合意の立て直しに向けた交渉とともにバイデン大統領が抱える新たな外交政策の課題になるだろうという見方を示しました一方、韓国外交部の当局者は30日 IAEA、e、の発表を受けてアメリカと緊密な協力のもと北韓の核活動への監視を続けていると明らかにしました。